はい、皆さんこんにちは、吉成です。今日はポークに来てますが、ロドリゴが家の工事を再開するので、その様子見に来ました。今回お金を借りて工事始めるっていうんで、おちょっとロドリゴ家に着いたので、ハロフロムカホ、2階を作るみたいですね。イランデイスユニディッフォーセカンドフロア。More than 2 weeks. We waited to dry the cement.ドライザポスIf once rains come, you have to wait again 3 days. Yes, before we continue. The door is sewing muna. Sewing muna.ラッキリラッキリメロントラバホール。で、工事の間、ここがテンポラリーソーインプレイス。ハロー、あ、どうぞどうぞ。はい、かあまりこっちじゃん、バカマラグラスじゃん。近所の家にお邪魔してキッチンキン。マロミ TV。おいしめんでまたいじゃん。マロミ TV。あのさんのハスバンドも。ハスバンド。パラワン。パラワン？マラヨン。マラヨンパラワン。今日から工事始まって、今足場作りやってるんですが、11月の末までにロドリゴここに引っ越したいって言ってるので、でも12月になるんだろうな。2階を住めるような居住にして、1階を工場にすると言ってます。どうなるのか追っていきたいと思います。今の工場だと家賃払わなきゃいけないので、そこら辺の経費を削減したいと、そういうことを考えてるみたいです。で、僕とロドリゴは一度離れて一緒にやるというよりも、ロドリゴが全部工場をやると、僕が注文ある場合はにオーダーをする、ロドリゴ独立運動です。どうなるのか分かんないんですけど、僕もあんまり人のこと考えてらんないんで、今自分のことに集中したいと思います。それでは皆さん、さよなら。チャンネル登録お願いします。